エジプト軍によるラルナカ国際空港襲撃は1978年2月19日にキプロスのラルナカ国際空港で起きたエジプト軍とキプロス国家防衛隊の戦闘である。人質を取って旅客機に乗っていた暗殺犯をエジプトが特殊部隊により独断で制圧しようとし警備中のキプロス軍と戦闘に陥ってしまった。結果的に人質救出にはつながったものの エジプト兵15人が戦死し、エジプトとキプロスの外交関係悪化を招いた。1978年2月18日、キプロスのニコシアで開催中のアジアアフリカ人民連帯機構代表者会議の会場に2名の武装した男が侵入した。そして、エジプトから出席していたユーセフ・エル・セバイ書記長に向かって拳銃を発砲、射殺する暗殺事件が発生した。 犯人はヨルダンとクウェート出身のアラブ過激派だった。事件を起こした動機は当時のエジプトのアンワルアイコールサー政権がイスラエルに優雅的な外交方針を取っていたことへの反発であった。殺害されたセバイはエジプト政府を支持するアルアハラム氏の会長でサーダート大統領とは軍勤務時代からの友人という人物だった。パレスチナ解放機構と エリトリア解放戦線の関与が疑われたが、いずれも否定する声明を発表している。米ルートで、発行の親、リビア氏、アルキファ、アルアラビは暗殺を称賛する報道を行った。暗殺犯は、PLO のアブマイゼルラ会議出席者を人質にし、クウェートへの出国を求めた。犯人グループは17人の人質と共に、ラルナカ国際空港へ移動して、 キプロス当局との交渉を続けた。キプロス政府は、キプロス航空の DC-8 旅客機の提供に応じることにした。これにより、キプロス内務省ら6人の人質が解放された。PLO 用人が人質となっていることを知った。PLO のアラファート議長は、キプロス政府に対して、PLO の武装要員による人質救出作戦を提案していた。 前年のドイツ特殊部隊によるハイジャック反制圧に影響された計画であった。キプロス政府も一旦は同意したために AK-47 小銃で武装した12人の決死隊が現地に到着したが、キプロス政府が方針転換をしたために攻撃実行はされなかった。そのまま PLO 兵士は空港警備に加わっており、エジプト軍との戦闘にも参加したとも言われるが、 キプロス軍は発砲の事実を否定している。暗殺犯2名と人質11人、乗員4人を乗せた DC-8 旅客機は出発したが、行く当てはなかった。リビアやギリシャ、南イエメンに着陸拒否され、燃料切れでジブチ国際空港へ着陸。アルジェリアとリビアとの受け入れ交渉も失敗し、ジブチからキプロスへ戻るしかなくなった。翌19日午後5時50分。 DC-8 はキプロス軍の装甲車などが警備を固めるラルナカ国際空港に再着陸した。エジプト空軍の C-130 h 輸送機。この間、エジプト政府は特殊部隊を使って犯人を制圧する作戦を密かに検討していた。エジプトは1976年8月23日に起きた国内線のボーイング737ハイジャック事件で 特殊部隊による人質救出を成功させた経験があった。暗殺犯の乗った DC-8 旅客機がジブチにいた2月19日午前中にエジプト政府は作戦決行を決断した。ナビル・シュクリー巡将の指揮する第777戦闘部隊の兵員58人とジープがエジプト空軍の C-130EU 葬儀によって空輸され、 DC-8 旅客機の期間に40分遅れで、ラルナカ国際空港に着陸した。兵員数74人、輸送機は C-130H とする情報もある。キプロス政府は、大統領のスピロス・キプリアヌ自らも空港に、赴いて暗殺犯だと交渉中であった。キプロス側は、無断でのエジプト軍機到来に抗議したが、直ちに直接介入が行われるとまでは、考えなかった。 エジプト側は、キプロス政府の事前同意を得ていたと後に、釈明しているが、実際には交渉担当者の派遣への同意があったに、過ぎないとみられる。それどころか前日には、キプリアーヌ大統領自身が、サーダート大統領と電話会談して、独自行動を行わないよう求めていた。社会民主運動党のバッソスリサリデス党首の仲介で、キプロス政府暗殺犯に、 再び情報することにし、東ヨーロッパへの亡命用のパスポートと現金の提供を約束した。暗殺犯はこれに満足して、手榴弾の安全装置を戻すなどした。やりとりを傍受していたエジプト軍は、暗殺犯逃亡の恐れが間近になったと知り、その前に強行突入することに決めた。午後7時30分頃、エジプト軍 C-130 輸送機の後部ハッチが、 開かれ、暗殺犯のこもる DC-8 旅客機へ向けて、ジープと兵員が発進した。エジプト兵がタラップを登って、ドアに発砲すると同時に、警備中のキプロス軍は、エジプト軍に向かって一斉に射撃を開始した。不意をつかれたエジプト兵は、たちまち多数が倒された。エジプト兵も応戦を始め、数人だけは DC-8 の機内へ突入した。エジプト軍を空輸してきた。 C-130 輸送機もキプロス軍の攻撃目標とされ、対戦車ロケット弾が撃ち込まれて、炎上、乗員3人が死亡した。脱出できたエジプト兵は、隣に中期中だったキプロス航空の BAC-1 から11旅客機に逃げ込み、なおも応戦した。キプリアーネ大統領らのいる艦政島にも弾丸が当たった。戦闘は約50分間にわたって続いた。 予想だにしなかった、戦闘の発生に驚いた暗殺犯は発砲が途絶えた間を見て投降を告げた。犯人は兵士からキプロス警察に引き渡され武装解除を受けた。犯人投降後も若干の銃撃戦があった。エジプト軍の作戦は失敗に終わり、15人ものエジプト兵が戦死した。キプロス軍に死者はなかった。負傷者はエジプト軍と キプロス軍合わせて20人を超えた。幸いにも旅客機乗員を含む人質15人は全員が無事であった。生き残ったエジプト兵はキプロス軍に投降して拘束されたが、翌2月20日には解放され、戦死者の遺体と共に帰国した。兵士の外戦は政府と民衆により熱烈に歓迎された一方、戦死者の葬儀ではサーダーと大統領の責任を問う声も上がった。 逮捕された暗殺犯2名はキプロスの司法機関の手で裁かれることになった。エジプト政府は犯人の引き渡しを要求していたが拒まれた。キプロス政府は軽く罰すればエジプトとの関係がさらに悪化する一方、厳罰に処すればアラブ教皇派諸国の反感を買うという板挟みに苦しんだ末、二人に死刑判決を下した。しかし、その後に 終身刑へと原刑している。この事件は、それまで、良好だったエジプトとキプロスの外交関係を一気に悪化させる結果を招いた。キプロスのキプリアヌ大統領は、エジプトの行為を主権侵害と非難し、全責任はエジプト側にあるとした。エジプト軍の駐在部官は、作戦の手引きをしたペルソナノン・グラータとされ、退去処分となった。2月23日には、 国交断絶にも言及するほどだった。エジプト側も、キプロス駐在の外交官引き上げを決め、キプロス外交官の国外退去も要求した。キプリアヌ大統領の大統領の地位を承認しない、胸の閣議決定まで行っている。強行解決という手法については、アメリカ合衆国のジミー・カーター大統領と、イスラエルはエジプトの決断を勇気あるものと称えている。しかし、 強行作戦は一歩間違えば犠牲者が大量に出るものであり、今回に関してはキープロスを小国と侮ったエジプトの勇み足だったとの評価もある。なお、7年後の1985年にもエジプト軍は同種の多国領土における救出作戦を実行したが、人質多数が死亡する大惨事となっている。エジプシャンフィギュアス、ユシフ・アルセバイ、ハット ABCDE ドイ、 322から323ページ。タイム1978年3月6日、P2、3。タイム1978年3月6日、P1、3。2010年6月15日閲覧。ABDI、324ページ。ABCD、1978。エジプシャン・フォーセスダイン・キプロスガンファイト。 BBCON This Day 2010年6月17日閲覧 AB 土井331から332ページ土井325ページ ABC 土井326ページ AB 土井328から330ページタイム1978年3月6日 P33 ありがとうございます